ふぃーし。で、ひらめ、ひらめ。三半規管やられる可能性もあるんで、皆さん、船釣り、こういうね、限界の状況に、限界の状況です。これだ。これけっ、あ、マダイかな。これは嬉しい。ブリッブリッ。ちっちゃいからリリースよ、これ。皆さん、シーバスです。やりました。これでかい。食っとる。いけた。これ1キロないか。1キロ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ。ありがとうございます。あ、ちょっと小台だったね。林さん乗ったの？乗ったの？ちょっと今俺今しょんべんしてる。カメラ見てない。吉井さんの言う通りやったら乗った。俺の言う通りでしょ。だから釣りっていうのは試行錯誤なんですよ。そこら辺ちょっと林さん、俺の指示通りやると釣れるでしょ。で、分からなかったら俺に聞いてください。でかい？いや、でも、でかない。あ、バレた？あ、いると思うけどね。え、でも、なんかあれ？あ、おる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 。でかいでかい。マダイマダイ。よしよし、こっちこっち。俺取り込みますわ。よしよし、もっともっと、もっともっと。よっしゃ。はよし。初のやっぱ釣りってコツっていうのが分かったでしょ。これで分かった。ありがとうございます。分かんなかったら俺に聞いてください。吉井さんの言う通りやった。ええ、誘い方と、うん、それで食うんですよ。だからねえ、おう、じゃあでかいの。はい、これちょっとでかいんじゃない。うーし、これでかいんじゃない専務。うーし、マジでちょいでかいよこれ。これね、またまだ赤いだね。これ竿の曲がりで分かるわ。結構でかめ。これはね、27は超えてる。超えてるかな。あ、バラす。あ、いや、いるいるいる。ダメよ。いるいる。おる？いるいる。あ、結構大きい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 。あ、メバルメバルメバル。これはタイの動きだね。メバルです。これはメバルの引き、人の意気込みはタイだね。これはメバルメバル。いやいや、タイだね。これメバルメバルメバルだから専務。タイだからこれ結構でかいんじゃない。走るね。負けてる？でかいよ。これちょっとタイタイタイ。メバルだから。来た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 。来た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 。お、タイ。あ、でかい。でかい。あ、ちょっと待って待って。バラしちゃいかん、バラし。あ、メバルメバル。タイ。アイナメアイナメ。アイナメ。アイナメ。アイナメ大きなアイナメ。専務。初のやっぱ引き込み違う。俺が言ったでしょ。俺の言う通りやったら釣れるの。40超えてるよ俺。それとも外れとったね。ちょっと待って待って待って。いや、高校と三高校もダイナミング。ちょっと待った。40あるよ。40、39ぐらい。40弱。これね、引き込みが違ったもん。あ、40ちょっとあるか。38か。38ぐらいか。39か。38か39。まあおまけで40だもん。40。あ、専務でかいわ。これはすごいっすわ。俺の言う通りやったらやっぱ釣れるの。分からなかった聞いて俺に。やっぱ余震具の力だわ。そうですよ。これこれ美味しいっすね。これあー、うまいよ。俺でもこんなでかいアイナメ初めて見たわ。引いたでしょ。結構引いた引いた。うん、あの竿の曲がりが違ったもん、うん、今までのとね。専務来た？来たよ。サイズはどうよ。まあちょっとちっちゃいかなこれ。さっきよりちっちゃい？うん、タイだねこれ。わかるよこれも。わかる？感じでわかるよこれ。さっきよりちっちゃいね。竿の曲がりでわかるね。専務一言一言。やっぱ俺が釣るねやっぱりね。本当。さっきのマダイじゃないよ。アイナミよかったよ。今回なんだろう。タイ？タイだね。古代？古代かな。ああ、本当だ本当だ。引きでわかるね。引きでわかるねこれでね。林さん、はい、またダウンですよ。うん、アイナミ釣ったまで調子よかったんですけどね。釣り飲まないからだ。死んじゃってるよ。前さんでも9割方復活したでしょ。だいぶ良くなった。勝った。テーマもうダメ。死んじゃった。食った。移動してきて1投目釣れました釣れました。魚魚。あー結構いいね。いやー分かんないっす。まあそこまででかくないですけど、まあまあ引き込む。おーおー、前
まだかかわからないよ。あ、本当ですか。わからない。カニつけたんですよ。カニ。あ、よし。うわ、引き込む引き込む。まだかまだかまだか。フィッシュ。よっしゃ。最高記録だ。でかい。やばいこれ。ああ、またかかるから、ちょっと。うおー、つえつえこれ。また、ありえないやつ。ふぃーし。で、ひらめ、ひらめ。サワラか。サワラ。ふぃーし。立てる、立てる、遊ぶ。おーし、またか。うわぁ。バーゲモの鈴木。でっかブラックバスフィッシュ船長ありがとうございます。これ世界記録や。あ、外れた。でっかこれ今下のどっちに食ってました。 上のバーディ、上のバーディ。これでかい。ちょっと船長何センチですか。あ、待ってね、測ったな。バッキーもさすが教師さん。あのカニつけたさ、餌に。え、餌にカニつけた。カニは下におるわ。あ、カニ下でした。カニを下につけて上にエビだって上に食った。引き込みすごいっすよ。ほんとブラックバズ。でもこれ食い切れんから逃がそうかな。林さん食べる。まあ今からのあれは65ちょうど60だな。すみません皆さん、持ってしまいました。60でした。あ、来た来た、まだかだそれ。林さん、はい、落ち着いてゆっくりゆっくり。でかい。大きい。いや、そうでかくないね、これ。これはね、バレた。あ、バレた。いやいや違う、あの、でかくないことがバレた。うん、なんか竿の引きが。まだかいいよ。おー気持ちよかった。いや、全然ちっちゃいです。そんな言い方ない。いや、なんだろう。でも移動していきなりだね。まだかすごいよ。あれ、ほん、あったい。めでたい。いやー、皆さんね、でも線もちょっとダウンしてますけど、さっきのバゲモの鈴木すごかったですわ。引き込み込み全然違いました。タイ？でかい？真面目な話。なんだろう。俺も当たったから今ポイントの前におる。そこまで大きくないですか？タイかな、じゃあ。あ、ほんと？あ、結構引いてる？あー、なんだろう。あの引きなんだろうな。ガヤメバル。釣れた？あー、マダイマダイ。あ、さっきと一緒。林さん、何でかいの来た。ついに。あ、ついに来た。お、本当や本当や本当や、でかいでかい。おい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 、来たよ。どうこれ、ママ。おい、大きい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 。じゃ、本当本当はどうなの。本当の。あ、本当にでかい。本当にでかい。確かに。ちなみにね、竿すごいわ。お、ゆっくりね、落ち着いて落ち着いて。多分食わすかも。あ、いいね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 。そう、これいいね。でかいよ。でかい。今日一番だこれ。ちょっとゆっくりゆっくり落ち着いてね。あの、テンション緩めんかったらバレんから。ゆっくり巻いて。シバスじゃない。シバスこれ引いてるよ。シバスだったから。シバスにグッグッグッって引くから。いいねいいね。と思ってもらった。クエクエこれ。食えこれ。でかいでしょ。ご飯も構わない。でかいでかい。うん、でかすぎるわこれ。でかい。でかすぎる。上がってこんわ。本当に。地球だ。嘘。おいおい、林さん壮大な今ギャグだったの。何や。地球。いや、来て。あのね、ね、履いてっちゃったかわから。あ、釣れとって、途中まで引いてたもんね。引いてたよ。だってね、もう出ちゃったかわから。ね、潜ったんで。あ、そういうこと。でかすぎて。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね。
手離しますよ。これ林さんでかすぎてメーター級ですよ、おそらく。ねえ、後ろの中にガクンガクンいってるもん。ああクエだった、クエ、クエ、クエか。ああもったいなかったねさ。ああまきれた。ああでかすぎ今のは、メーター級シーバス、メーター級の。はあ、長、メバル、いいメバルですね。これでっかいメバル、はい、これはメバルで何種類ですか。おや、なんかさっきの金色とちょっと違う、色目が違う。違う。あ、切られた。あ、バレたバレたバレた。今でかかったかな。エラ引いたけど。フェーシ、これは一番でかい。はい。これは。よし、これシーバスだろこれ。あ、さっきよりちっちゃいかな。さっきよりちっちゃい。でも多分シーバスじゃないかな、重い。バサゴ、あれなんかそんでかくなかった。あれ、ごめんちょっと、ごめん、大げさ、すいません船長さん。はい、興奮してなんかでかい気がしたっていうか。食った？食ったよ。サイズは？ちっちゃいね、これ。ちっちゃい？ちょっと入れ食いだね、ちょっと。連続で。専務、魚種は？あ、カサちゃん？釣りにあげたら？そこの鳥に。よっしゃ、イワシが釣れた。カタクチ。イワシ。大きなイワシが。これ餌にしよう。身がもちっとしたの。あ、やっぱあのサラミやつ刺さってると。そうですね。身がくたくたになっちゃう。どでかいサワラをねコントローリングでねやるんですよね。サワラはね。カマスみたいなサワラね。ええ。カマス大きいですね。いやー、林さん、あれまあで、どっちでもいいですよ。あれでっかいシーバス、あれ化け物、カサゴにメバルに。食べましょう。これでも今日天ぷら美味しそうですね。最高だね。専務どう、体調は。それバッチリだよ。良くなった？もうだいぶダウンしとったけど。全然大丈夫。大丈夫？気持ちいいよ。まあだけど目立つね、こうしたやつ。なになになに、もう一回。こうしたやつ目立つね。そうだね。40ね。生物は一番でかいわ。あれはでかかった。あのアイナメがいるからだって。40センチのアイナメだよ。あんなでかいアイナメ、あの奥にいるけど。天ぷらですよ。アイナメの。天ぷらだね、アイナメの天ぷら。